調子が良くないかも。こんにちは。今は4時だからこんにちはの時間帯かな。こんにちは。元気ですか？シャツ買う。あ、そう、このシャツ新しく買ったの。あの最近というか配信でなんか私服、普通になんか服着て配信してるから、今日こんな、これピカチュウ、ピカチュウ好きなわけじゃないんですけど、あのピカチュウです、買いました。かなの姉さんが持ってて、同じ種類じゃないんですけど、こういう感じの持ってて買いました。最近、おはよう。いや、あのね、幼なじみいます、かなの姉さんいるんですけど、あのドラマ見ながら作業してます。なので私今一人です。そう、昨日あのコーヒー作れなかったじゃないですか。で、今日リベンジしようか別のものを作ろうかなと思ったんですけど、また改めて材料を用意して作るので皆さん待っててください。なんか涙袋の濃さがすごい今日目立つ。やばい、今日なんか私のいつもメイクの濃さが分かっちゃう。これどうやったら、あ、そうか、こっち回し、あれ、いいや。待ってて、何作ろうね。今日はね、何食べたかな。あのね、何作った、あれ今日何作ったかな、横から光れちゃってるかな。今日何つく食べた、あ、妹ちゃんが焼きチーズケーキ作ってくれて、その後昼は冷やし中華作ってくれた。一個下の子に冷やし中華作ってもらったっていうね感じ。ちょっと待って、そう、今日こんな感じ。ミクルルン、ねえ、一個下冷やし、だから冷やし中華作れるのって言ったら、これは作ったに入らないって言われた。え、そう、こんな感じ。今日髪の毛巻いて、今日は自分で巻きました。頑張って。こんにちは、初見さん、こんにちは、ありがとうございます。冷やし中華にマヨネーズ、うん、マヨネーズちょっとだけかけた、ほんとちょっとだけ。うん、ミクルンどこにいるの。今はカナダ姉さんのお部屋にいます。ミクルンと昨日の配信で好みが久しぶりに深まりました、イエーイ。ミクルンかわいい、細めの巻きかな。そう、あのいつもと同じコテで巻いたんですけど、あのカナダ姉さんが教えてくれた巻き方で巻きました。だからすごい細かい巻き方、いつもはなんか結構太い巻きしてるんですけど、今日は細かく巻いてみました。カナダ姉さんの部屋には何があるの、何があるの。物の数は少ないです。私の部屋はものすごい量が多いんですけど、物数が。カナダ姉さんの部屋は、そう、黒 T、 そう、黒 T、 これは部屋着みたいな感じなんですけど、そう、こっちの巻き髪いいね。本当ですか。なんかそう、最近っていうか、そのカナダ姉さんが巻いてくれた時、なんかちょっと待って、めくれてた、こんな感じです。うん、なんか今日はあれですね、私のメイクがの濃さがすごいわかるね。今自分で思った。なんかセラムの服とイプカチュウのといい、カナダ姉さんはアニメ系の服、うん、これは全部自分の服です。あ、ピカチュウは私の、セラムも私の、昨日の白の服はカナダ姉さんの服、そうです。もうちょっと後ろ、あんまり部屋が映んないように、
感じ。自前、そうだよ、自前だよ。そう、なんかメールの返信で地雷メイクやってほしいってメールの返信来てたんですよ。だからいつかやれたらいいな。今流行りですよね、地雷メイク。でもね、赤いアイシャドウ持ってないんですよね。使うことないから赤を。うん、こんばんは。アイシャドウ可愛いですね。釣られて覗きに来ました。あのアイシャドウですか？全然可愛くないけどありがとうございます。よかったら見てってください、配信って感じ。アーシャね、アーシャ早くちょっと撮り直ししたい。地雷メイクはミクロのイメージわかんない。てかあのあれですよね、普段の私のメイクがナチュラルじゃないから地雷メイクをしてもそんなに変わらない気がする。どうなんだろう、印象変わるかな。ハルル地雷メイクねえ、めちゃめちゃ可愛かった。ミクロには地雷メイクは似合わない。分かんない、やってみないと。でも自分はもうメイク濃いから、濃いっていうかあの涙袋がすごい。ラメのせちゃう。ミクロこんにちは。あ、こんにちは。目元がちょっと赤くなるくらいかな、うんな気がする。でも私はアイシャドウは基本的にブラウンしか使わないです。あのオレンジも使わないしピンクも使わない。あのまぶたはね、涙袋はピンク使うけどまぶたはピンク使わないのでブラウンのみなんですけど私は。だから赤を使ったら印象が変わるかもしれないですね、もしかしたら。こんばんは、こんばんは。だから陽子ちゃん、石塚ちゃん、石塚ちゃんの地雷メイクかわいすぎでした。やってたんだ。みずきちゃん似合いそう。からこんにちは。最初にリップを見てしまった。リップ今日これに戻しました。なんか昨日のリップどっかポーチの中行って。普段のメイク時間はどれくらいですか？どれくらいだろう。私あの結構メイク中ちょくちょく携帯触ったり他事するからあれなんですけど、あの遊びに行くときは基本的に2時間前に起きて準備をするんですね。そうで、だけどメイク時間は何も他事せずにメイクだけに集中したら20分ぐらいで終わる気がします、多分。うん、多分だけど。こんにちは、こんにちは。で結局地雷メイクって何が正解なんだろうって終わるイメージ、いろんなメンバーやってるよ。けどやってますよね。地雷メイクはなんか病んでますみたいなメイクだけど、私はどちらかといったら量産メイクのが好きなので、っていうか量産メイクみたいなメイクを自分がしてるから。そう、でもリップはピンクはしない。でもチークはピンクです。こんにちは、こんにちは。学校前の髪型セットで30分かけるの一緒だった。うん、30分かかる。家出るのがミクロに闇感を一切感じない。初めて言われた。あの昨日ね、あの久々にあの同じ学校の子でクラス離れちゃってほとんど会うことなくなっちゃって、電話しようって言われて電話したんですよ。そしたらミクロが元気そうでよかったって言われた。病んでるんじゃないかと思ってって言われた。その30分かかる。全然メイクは、あ、メイクはじゃなくて髪型セットは、そう、基本的にずっと朝起きたら洗面所にずっといます。で髪の毛の準備をしてる感じです。私はね、制服はねもう1分ぐらいあれば着替えられちゃうから、別に。だから朝ごはんも食べないし、うん、立ちっぱなしで、ああ髪型のセットですか？うん、立ちっぱなしです。あ、待って、映っちゃうね。でも今日巻き結構いい感じ、いつもと違う巻き方で。なんかピカチュウ、ピカチュウしかわかんないけどキャラクター。
そうからまた今度ねお料理配信するからちゃんと材料を買って待っててくださいって感じ。うん、そうこんにちは、こんにちは。あ、カナダ姉さんドラマ終わったらそっち行くだって、来てくれるって。カナダ姉さんもみんな待っててください。ポケモンセンターでも売ってるんか。あ、この T シャツですか。この T シャツ違う、ユニクロユニクロなんかあのいろんな何あのアナスイとかなんか いっぱいあって T シャツ作ってる方がね。そうだからこれはその中でもピカチュウでございます。私はこれねメンズ用だと思う。多分私は大きい T シャツが好きだからレディースよりメンズ用が見ちゃう。そうそう、コラボシャツ、モモブネというのはピカチュウの、え、見つかってないんですよ。カナダ姉さんも欲しいって言ってた。ちょっと待ってね、どうしよう、こいつ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待って、どうしよう、調節、ちょっと待って、カメラの調節します。今頃調節、ちょっと待って、なんか思ってたより高さ違った。そう、コラボシャツで、どう、斜めってる、可愛くないですか。でもこのシャツ私が欲しいのなかったんだよね。だけどこっちにした。ミクロの好きなドラマは今日だっけ。あ、そうですそうです、9時から。なんか違う、こっちを上げればいいのか、こだわりの角度。なんかそうそうそう、今日はね、あ、いい感じ、お、いいんじゃないかな、良きかな。そうそう、私の好きなドラマ今日でも見えるかな、わかんないけど、これね大きいサイズの、下はアディダスのズボンを履いてます、ラインパンツ履いてますっていう感じ。描くのなんか上から写した方が T シャツと髪型見えるかなと思って大きいサイズ流行るよね。うん、ピチピチサイズよりも大きいものがいいです。これは L かな、 L サイズ、めっちゃブカブカ、めちゃめちゃブカブカなんですけど、これ着てます。はい、カナダ姉さん来てくれるみたいです。だから皆さん待っててください。お茶持ってきてくれるかなお茶ついだのに置いたままだった。それも肘ぐらいまであるよね。そうそうそう、なんか日焼けしたから、日焼けしたんです私って昨日も話したけど、色が黒い、色が黒い、やばいやばい、やばいよ。ミクロン白い、全然腕は焼けちゃった、腕はね焼けちゃったんですよ。顔とか足は白い、あの異常なほど白いけど腕は焼けた、焼けちゃった、やばいね。でもまあ冬ぐらいになったら元に戻ると思うけど、ミクロの黒 T は地雷感なくて、地雷感ないですか、よかった。名古屋は曇ね、曇ってますよね。うん、明日も雨なのかな、なんかちょっと晴れだと思ってたから今日も天気良くないですよね。うん、そう、これからもっと暑くて焼けちゃうよ、外出たくないな。バーベキューはね夜やってたからね大丈夫。そう、
そう、メールに載せましたよね、バーベキューの写真。真っ暗じゃないですか、外が。だからすごく漏れたの、激漏れだった海で焼けた、海に行ったんですけど、カナダ姉さんと、カナダ姉さんの弟くんと、カナダ姉さんのお友達さんと一緒に海に行ったんですけど、その時に焼けました焼けちゃった。その日、ちょっと待ってね、来た、そうギリギリに送っちゃった、申し訳ないです。海に行った時の写真あるよ、ちょっと待ってね、漏れた写真がいいな。なんか風があったから綺麗な前髪の状態で全然写真が撮れなくて、こんにちは、こんにちは、こんにちは。ちょっと待ってね、海に行った時の写真探す探す、待って、これとか、待って、暗い方が見えるかな、これ、海行った時、こんな感じです、あとは